どうも、ヤクモコマンチです。戦国姫セブンオートマケルト続き始めていきましょう。前回、温泉会をやった後ですね。多分今、ショーンさん顔が赤いんですけども、多分前回のことを思い出してるんだと思います。あれだね、ソーリンが、ショーンの胸を持ち上げてね、掴んで。っていうのがあって、一応ね、PC 版の画像の方を見てきたら、しっかり掴んでました。いやー、凄まじいなと思いながら。まあ、多分、それを思い出してるんでしょうね。では、行ってみたいと思います。あ、一応聞く？これ、若干ね、声あったんだけど。あ、聞こえない、聞けないわ。じゃあ、行きまーす。あ、これで聞けるか。よいしょ。本当にね、うっすらだけど、今聞こえた？もう一回だけ聞いとく？んみたいな、そんな感じだね。では、ショーンは実質でぼんやりとしながら思い出していた。あの温泉宿の露天風呂での出来事を。いつの間にか、ソーマの体、あんなにたくましくなってたんだな。あ、見られた方じゃなくて見てた方でしたか。ソーマと目が合わないように気をつけながらも、ショーンはしっかりとその体を見てしまった。着物の上から分かりにくいが、軍師のくせにしっかりと筋肉はついているし、肩幅も広い。昔は痩せすぎで少し頼りない感じだったのに、いつの間にあんなに男らしいたくましい体になったのだろう。まあ、実際、多少筋力ないとね、ショーンと戦ったりしてるわけだし、訓練でね。あと戦場でなんか、暴れてもいたしね、この前。本当にただの軍師っていうだけだったら、体鍛える人ないんだろうけど、まあ、実際戦場行って襲われるわけじゃないな、襲われることもあるから多少は鍛えてないと、一兵卒以上ぐらいには強くないとね、一瞬でやられそうだもん。それに着物の上からでは分からなかったけど、相馬の体にはたくさんの傷があった。これはあれだね、その言ってた戦場で大立ち回りをしたのも相まってっていうのもあるんじゃないのかな。そう、まあ軍師だけど戦場に出れば自ら剣を振るうことも少なくない。だから戦に出るためにその傷も増えていってるのかもしれないが。そうなの、私の体はどう映ったのかな。実際その PC 版の方では綺麗だったけど、まあ、多分綺麗なんだろうね。ショーンは総理によって相馬の前に引きずり出された時のことを思い出す。あ、また出るのこれ。恥ずかしがるショーンを相馬の目がチラチラと見ていたことは覚えている。ということは、相馬に少しは気にしてもらえる体だったということで間違いないのだろうか。ここまで考えて、ショーンはまた恥ずかしくなり、慌てて首を振る。相馬に裸は見られたし、恥ずかしかったし、のぼせたし、散々な休日だった。でも嫌じゃなかった。思わず相馬の体を見ることもできたし、思わぬ相馬の反応を見ることもできた。もしも相馬と二人っきりで出かけたら、あんな冒険はできなかっただろう。きっといつものように当たり障りのない会話などをしながら、心地よくも刺激のない休暇となったに違いない。まあ、長運的にはありだったのかな、実際問題。ありかなしだかで言えば、相馬との関係が発展したかもしれないと思うのであれば、ありなのかな、この場合。そうつぶやいてから、ショーンはため息をつく。でも、相馬があの時チラチラ見てたのは、実は、ソーリン様の裸って可能性もあるし。ソーリン様、スタイル抜群だからな。胸でかいしな。でも、もしもそうだったら、悲しいな。これさ、鎧の方からでは見えないけどさ、ちょっと気痩せしてるというか、鎧だから抑えられてるってのはあるんだろうけど、もうちょっと、ショーンの胸大きい気がするんだよね。撮影だからこういう風になってるだけなのか。言った通り、鎧で、
ちょっと抑えてるからそういう風に見せてるのか、立ち絵の方は。難しいとこだね。裸になって目の前に突き出されても何も感じてもらえないとしたら、それはショウンが相馬から女として見られてないということの証なのだろうし。ありえるよな、相馬なら。私は完全に同僚枠で、異性としては全く認識されてないって可能性も。ああ、あります。あの、妹として見られなかった子たちが何人かこのセブンでもいらっしゃるから。ああ、ちなみに総理もね、あの、やっぱり、タオルは巻いてなかったよ。痛いの聞いちゃうの、ショウンさん。それはダメだと思うな。聞けるわけがないと分かっていながら、ショウンはそんなことを口にしていた。あっけらかんと聞くことができれば、ショウンは今こんなにモヤモヤとした気持ちではない。でもショウンにはソーマに直接聞くことなどはできなかった。いや、普通多分誰もできないと思う。体がどうだったっていうのを、ね、聞ける子たち多分、ソーリンはね、5とこの7のソーリンなら多分聞けるな。それの1個前のソーリンは、シスターみたいな見た目のソーリンなんだよね。多分そのソーリンだと聞けないんだよね。すごいおどおどした雰囲気を出してて。で、多分あと信長様は聞ける側だね。まあ、その場で切ってる可能性もあるから何とも言えないんだけど、あの人は聞ける人だよ。多分、一緒に入って、私の体はどうだとかって言わんばかりの雰囲気を多分出すんじゃないかなと思ってる。あとどうだろうな。ああ、ヒサヒデとかかな。猫かぶってないヒサヒデとか、あれ誰だっけ、金髪の女の子で猫かぶってる子いたよね。準優勝。この子誰だっけな。まあこの子とかあたりは多分聞けるけど、普通の子たちは多分聞けないんじゃないかな。だって私の気持ちがバレたら、ソーマとの関係も変わってしまう。ああ、そうか。もう今みたいに普通に話もできなくなるかもしれない。気持ちがバレたらっていうことを鑑みると、好きだって公言してる子たちはワンチャン普通に聞く可能性があるな。ここの、まあ、ソーマが鈍いし、ヘタレだしってところもあるから、っていうのもあるからだけど、率先して、押してくる女の子の方が多いんだよね。だから意外に聞いてくる子たちも方が多いか、これ。できれば、ソーマに少しでも綺麗だと思ってもらいたい。女として意識してもらいたいと思うのに、その気持ちは絶対に相馬に知られたくないのだ。難しいこと言ってんな。ショウンの気持ちが相馬に知られれば、きっと今のような関係ではいられなくなるだろう。ショウンはそう考えていた。相馬と話もできなくなったりしたら、悲しすぎる。いや、大丈夫だよ。ショウンさん、それはそれで、多分いてくれないと相馬が死んじゃう。過労で。それを思うと、ショウンは自分の気持ちを心の奥底にずっと閉じ込めたままでいたいと思うのだった。はい、まあ、こんな感じで、今回は、ショウンさんの、まあ、前回のね、温泉宿での感想だったね。もうちょっとなのかな。関係が発展すれば、付き合うとかっていう話も出てくるんじゃないのかな。まあ、その辺楽しみにしておきましょう。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。